皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。実は今朝モンゴルの風さんからこんなメッセージをいただきました。エミさんおはようございます。自分のことで手いっぱいで、あと寝そべり配信のことで頭がいっぱいで忘れていましたが、今年もあと少しになりましたね。去年私の企画と銘打って風さんの画像を募ってくださったのを覚えておられますか？そう、風さんのベストショットです。これはもう誰の企画とかではなくて、毎年恒例にしてもいいのではと思います。だって私たちは毎年毎年風さんの素敵な姿に魅了され続けてるんですから、いかがですか？去年やってみて思ったのですが、自分の好きな風さんを皆さんの前でお披露目することが思ったよりすごく恥ずかしかった記憶があります。心に秘めた思い人をみんなの前で告白しているみたいで、私だけかも。そんな人はいないかもしれませんが、もし名前を出したくない人がおられるなら、名前なしでまとめ動画に載せてもいいのかなとちょっと思いました。ということでね、モンゴルの風さん、素敵な提案ありがとうございます。採用させていただきます。それで思い出しましたよ。そうでしたね。1年前にこちら、視聴者様モンゴルの風さん企画でですね、私と視聴者様30人が選んだ2022年の風くんのベストショットということでね、こちらを配信させていただいておりました。思い出しました。ということで、今年もやらせていただきます。2023年のあなたの風くんのベストショットをぜひぜひこちらまで送ってください。締め切りは12月31日日曜日、そして年明けにね、皆様にご披露させていただきたいと思います。そして風くんのね、2023年のベストショットのお写真とともに、お名前、YouTube 名ですね、ハンドル名も書いてください。そしてもしそのお名前を伏せたい場合は、その意もどうぞ、E メールの中にね、書いていただきましたら、お名前なしでご披露させていただきます。そしてね、私受け取ったら必ず返信します。次の日までには受け取りましたという返信をいたしますので、もしなかった場合にはコメント欄にね、あの写真送ったんですけども受け取りますかというねコメントをお願いいたします。あの以前あったんですけど、特に E メールの場合にその E メールのアドレスを間違って打っていたり、それで届いていなかったり、あとはジャンクメールに入ってて私が見つけられなかったりとか、そういうことがありますのでね、そちらの方よろしくお願いします。ということで楽しみですね。モンゴルの風さんありがとうございます。そしてモンゴルの風さんからね、話は変わって、昨日の寝そべりは YouTube で見て、今日もそのアーカイブを見ていました。ちょっと気になってインスタの方を見てみたら、最後の方、君に夢中の前で手でハートを作った後にハートが飛んでました。知ってましたか？風さんがつけたんですよね、ということでですよ。私も見てみました。こちらがそのインスタの場面になります。ということで、本当ですね。すごい。こんな機能がインスタにはあるということなんですね。素敵。ということでは、今日は風さんのこのハートで終わりにしたいと思います。実はね、今ね、娘が空港に着いてこちらに向かっていて、あと10分か10分ぐらいで家に到着する予定なんで、これから1ヶ月弱ね、娘がいるんでちょっとバタバタするかもしれませんが、はい、ということで今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a wonderful day, everybody. エミでした。ではまた。